まあ、そういったのも設定も今後可能になると思いますので、まあ、そういったものを合わせ持ってですね、お客様に、まあ、その辺をやっぱり理解をしてもらっていただくかと思います。すいません、ちょっと定量的にどのぐらいだっていうのはですね、ちょっと掴んでないんですけど、それをどう思いますか。少しだけ報告いたしますと、今回のこの取り組みは、ご自身のお客様向けの歌のこのペインティングの、まあ、一つ の、 将来的な形を示すことになるのではないかなというふうに考えています。でそれは先ほどからご紹介している、それはこのペインティングマネージャー取りのこのある意味お客様に対する親切さであったり、あるいはドコモさんのこのスマホの使いやすさであったり、それから先ほど冒頭でご質問もありましたが、全く違う切り口のデータを活用することによるより精緻なこの予診審査で、そこその裏返しとしてお客様のメリット、こういったものを組み合わせれば当然新しいマーケットも開けるんだと思いますし、逆にこの銀行カードローン、昨今も一部問題になっておりましたけれども、そこでのより